骨折ししましてそれは外傷の骨折もあるんですけども、えー、心が折れたんですねだから何とかして回復しなきゃいけないなと思ってここから私のリハビリが始まるんですよ何をしたのかっていうと俺の生き様年表っていうのを作ったんですよ自分の人生をちょっと洗い出してみようっていう項目は4つあります自分の年何歳の時に起こりましたか登場人物は誰ですかその時何が起こりました それによってあなたたは何を思いましたか生まれたときから昨日まで書くんですよ、これをやることでちょっとでも迷ったときに100%役に立つんですよ、私の人生年表を3歳、4歳だけ発表させていただいてよ,よろしいでしょうか、はい、はいありがとうございます3歳の時うちの母・鈴代と中さんっていう姑がいたんですよ、中さん、姑が言うんですね、鈴代私の財布がないんだよ。 あんたたが取っででしょ泥棒事件ですねなぜか私に火の粉が降ってくるんですよお前さ母ちゃんが取ったの見たんでしょ絶対母ちゃん取ってないって知ってるんですよだけど私はおばあちゃんが怖かったんですよそして私は首を縦に振ってしまいました母はものすごい悲しんだんですよでここで得た教訓 で絶対に大切な人を自分の身を守るためだけに裏切るっていうことは二度としないって決めたんですね今度4歳登場人物姑と兄ですねまたおばあちゃん出てきますねお土産を買ってきてくれるんですよただお土産の数は一つなんですおばあちゃんは大きな包みをいつも兄に渡すんですその日もやっぱり 旅行に行って帰ってきたおばあちゃんがうちの兄にお土産を渡そうとしますそうしたら兄がおばあちゃんの前に両手を広げて言うんですね「僕のはもういらないから優子のを買ってきてあげてよ」6歳になる兄は初めて勇気を持って歯向かってくれたんですよそうしたらおばあちゃん変わったんですよ おばあちゃんその次の旅行から私のプレゼント買ってきてくれるようになったんですよ私はここですごい教訓を得ましたつまりにもうその時私はヒーローだったんですねね私も兄みたいになりたいと思いました弱いもの自分より弱い立場の人には優しくしたいし逆に戦うんだったら自分より強いやつと戦おう そして勝ってやるみたいなことを思ったんですよでありがとうございますだか何かを決めるとき私って何を大事にしてたっけこれをもう一回よく思い出してもらうと迷ったときにやっぱりこっちだなっていう答えが間違いなく出ます